はい、皆さんこんにちは、つつみです。それでは本日の動画では、L ステップ、スコアリングの導入で制約そうなお客様を正しく見極める、こちらをお届けしていきたいと思います。この正しくっていうのがかなりちょんちょんっていうふうになってますが、ポイントですので、ぜひ最後までしっかり一緒に見ていきましょう。今回の動画では、累計スコアリングと直近スコアリングという2つの概念が登場します。これらがキーワードですので、ぜひこの2つをまずは頭に入れておいてください。 それではこの動画を見ると、こんな問題が解決できるよという部分を最初にお伝えをしていきます。これはまず、個人顧客ベースで誰がコンバージョン制約しそうなのかがわかるというところがあります。当然のことながら、今回スコアリングというのをつけていきます。興味が高い人は1点、1点、1点って加算されていて、100点。逆に興味がない人はえ点数が全然つかないといったような、そんなスコアをつけていくんですね。ですので、個人顧客ベースで誰がまあ点数が高いからま制約しそうなのかなというのがわかります。これは、 誰も俗人的なな話ではないではいす再現性があるものになりますのでこの人が優秀だからできるとかそういうものではないのでかなり皆さんに導入していただけるものになるかなと思います。 それからコンバージョンしそうなお客様が分かればそこに対してセグメント配信や直接営業のメッセージが送れるのでこういうことをすることによって実際の売り上げが上がりそうな気がしますよねそれからステップ配信、まあ、ちょ当,然当然ですねこう自動化をしていってステップ配信で何かコンバージョンをしてもらおうとそういうことを考えている方もいらっしゃると思うんですけれども実際やってみるとそこだけではコンバージョンしきれないでもこの人感度高いよねっていう方が絶対こう炙り出されてくるんですねそこの方に実際に配信をしたりすることによって 制約率売り上げが上がっていくでしょうとそして一方で全くコンバージョンしそうにない人に対しては一斉配信を避けることができるのでメッセージの費用を削減することができます私自身も今友達登録者数が1万1000名以上この動画の時点で超えておりますけれどもやはりそれぐらいの友達数になってくるとメッセージの通数を削減しないと重量課金制でどんどんお金がかかってしまうんですねなのでこういった観点を持つことも非常に大事です では一方でこの動画を見ないとどうなってしまうのかっていうと本当にコンバージョンしそうなお客様が誰かわからないつまり一斉配信しかできず配信に無駄な費用をかけてしまうということもあるでしょうそれから本来得られるはずだった売り上げっていうのがこの誰がコンバージョンしそうなのかなでもこの人コンバージョンしてないよねっていう人を炙り出すことができないのでそういった方の売り上げをミスミス見逃してしまうということになってしまいますこういったことが起こらないようにぜひここから一緒に本題を見ていきましょう それでは、今回冒頭でご紹介したスコアリングの2つの概念をご紹介していきます。まずは、累計スコアリング、それから直近スコアリングです。累計スコアリングというのは、その名の通り、これまでどのくらいのリッチメニューのタップやアクション、例えばアクションというのはセミナー参加とか、個別相談申し込みとか、いろいろありますけれども、それの合計得点ということになります。例えば、リッチメニューは1個押してくれたら1点。アクション、まあ、セミナー参加の場合は、結構、これで興味度が高くなるよねっていうことになりますので、例えば10点をつけるとか、えそういったものの合計になります。 一方で直近スコアリングというのは基本的な考えとしては累計スコアリングと全く同じなんですけれども直近で反応していない場合はスコアを減算していくこれどういうことなの違いは累計スコアリングと何っていうふうに思ったかもしれませんけれども具体的にちょっとこれから説明をしていきたいと思いますまず結論的に言いますと L ステップの場合スタートプランスタンダードプランを使われている場合は累計スコアリングプロプランを使われている場合は直近スコアリングを使っていくとベストかなというふうに思いますなぜかというと例えばですね じゃあ、あなたがアカウントのリリースから半年間経ちました。何か L ステップのアカウントをリリースしたわけですね。登録者の A さんはアカウントリリース、えー、初日に200スコアを達成しました。もうバーッといろいろ押してくれて、めちゃくちゃ興味度が高くなった状態ですね。ただ、一方では最近は興味がなくなったのか、それ以来もうたった1日で半年間何もアクションを起こしませんでした。まあ、ちょっと極端な例ですけれども、こういったこともあると思います。じゃあ、この時にこの A さんというのは本質的にこのアカウントに対して 興味度が高いというところなんですよね。累計スコアリングの場合は、どん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 スコアが加算されていくので、200点っていうそのままの値になります。一方で、先ほど紹介した直近スコアリングというのは、これ半年間何もアクションしなかった。つまり180日間、1点ずつ、1日1点ずつこうね、点数を減算していくんですね。そうすると、もともと200点あった点数がどん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 減っていくので、半年後には180点。 引かれました。つまり、今の点数は20点ですということになります。どちらが皆さん本質的だと思いますかこれ当然、半年間何も こうね、アクションを起こしてないっていうことは、興味は基本的には薄れているかなと思います。でも、累計の場合だと、どうしても高いっていう表示になってしまいますけれども、直近スコアリングの場合は、こんな感じで20点と、今、現状の興味度っていうのが把握できるので、こちらの方がまあベストですよと。ただもちろん、累計スコアリングが全く意味がないかっていうと、全然そうではないので、シンプルにスコアが高い人、スコアが、あの、 低い人っていう風に分けられますから、これをやるだけでも全然意味はあるのかなと思います。ただ、直近スコアリングに関しては、実際のところ、プロプランしか実は導入をすることができませんので、プロプランの方はぜひ導入してあげるといいよねっていうお話をいたしました。では、気になる操作方法を説明していきます。まずは、累計スコアリングと直近スコアリングの2つの値を用意してください。具体的に言うと、例えばなんですけれども、こういったカルーセル、 ありますよねテンプレートがありますじゃあここに選択肢 A というのがあってじゃあこの選択肢 A を押したらまずは累計スコアリングこちらを1点加算するようにしましょうとそれからもう1個ですね直近スコアリングの方も、えー、このように1点が加算されるこんな状態を作っておけばまず OK ですじゃあこれを行ったら次にアクション管理で直近スコアリングを毎日1点ずつ減算させていくこちらの 挙動を行う必要がありますどういうことかというと、今このままだと、どん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 ボタンが押されたら、1点、1点、1点っていうふうに付くようになってしまいますね。なので、こちら、直近スコアリングの方だけを、1日1回、例えば夜中の0時、0 0分になったら、1点、皆さんから引かせていただきますよ。そういう作業をする必要があります。例えばこんな感じです。こちらにアクション管理というのがありまして、この一番下に、見込み度スコアリング、これ累計スコアリングのことです。累計スコアリングから直近スコアリング、 こちら、こちらちょっと見てみましょう。えどういうこれ指示を出しているかというと、直近スコアリングの,、えー、この値を1日1回減算してくださいね。この条件で決定を実はしています。それからスケジュールなんですけれども、繰り返し設定をしていまして、えー、こちらですね、7月31日からすでに始まっていますけれども、7月31日から1日に1回ごとで、まあ、0時00分に毎回これやってくださいよという指示を出しています。 これをすることによって、直近スコアリングの方だけ、毎日1点ずつ減算させていきます。先ほどの設定は、直近スコアリングだけあのやっても、置いといてもいいんですけれども、累計が何点で、直近が何点で、これ2つ分けると、ああそんなに手間もかかりませんから、それぞれのスコアを確認することができて、いいかなというふうに思います。 はい。ということで、今回の動画、以上、まとめていきたいと思います。今回は3つのポイントがございました。まず1番、累計スコアリング、直近スコアリングを使うことで、誰がコンバージョンしそうなのか、顧客単位でカバーができます。実際に友達リストのところを見ていただくと、直近スコアリング30点とかね、累計スコアリング100点っていうのが出るようになりますから、これはかなりポイントになってきますね。 じゃあ、それができるようになると、メッセージ通数を削減したいとき、CV 層な顧客に対してだけ配信をすることができるので、無駄なコストがかかりません。それから3つ目、CV 層な顧客に対して、直接営業メッセージを送ったり、配信をすることができるので、当然売上増が見込めるよ、効率がいいよねっていうところがあります。 はい。ということで、今回は、えー、この動画をお届けしてきましたが、がいかがでしたでしょうか、えー、当社の場合はどうなのうちの会社で L ステップを導入したらどうなるのっていう場合は、ぜひこちらの、えー、お問い合わせの QR コード、もしくは概要欄のリンクから、ぜひお問い合わせをいただければな、というふうに思います。えー、皆様に対して、えー、親身に私たちがサポートにさせて、サポートね、相談に乗らさせていただきます。それから、最近始めました、ニューというふうに書いてありますけれども、L ステップの契約サポートを始めました。これなぜ始めたかなというと、私もですね、まあ、2年とか3年前、 ぐらいに初めて L ステップをさばったその時にですねこの L ステップの契約がめちゃくちゃ難しかったんですね。でこれ普通に通に常何も 知らない初心者の方がやってしまうと通常1時間ぐらいかかってしかも全然なんかよく分からないストレスフルみたいな感じになってしかもその動作が合ってるかどうかも分からないっていうことになってしまいますので私たちの方で契約手続き L ステップの契約ですねこの手続きを15分から30分で終わらせていただくそんな契約サポートサービスを始めましたちなみにこれは無料ですですのでえまあ これから L ステップをとりあえず別に導入するかどうかはあまだわかんないけれども、ちゃんとやるかどうかわかんないけど、まずは一旦契約していろいろちょっと触ってみたいなという方に関しては契約手続きを無料でサポートさせていただきますので、そういった方もぜひこちらの QR コードから読み取っていただければ自動でアナウンスが流れますので、ぜひぜひご登録の方よろしくお願いいたします。 はい。ということで、今回は、こちらの動画、スコアリングの導入で制約しそうなお客様を正しく見極めるというところで、直近スコアリングのお話をしました。この動画が少しでも役に立ったよという方は、ぜひ、グッドボタンやチャンネル登録をお願いできれば幸いです。それから、今度はこんなテーマで話してほしいよというところがあれば、またコメント欄に、どしどしご応募お待ちしております。それでは今回もここまでご視聴いただきまして、本当に本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。